まず言わないの。やりなさん。遅い。もう一回。ひまひまさん、はい、何やってるんですか。あ、ちょっと教材を見てました。教材、英会話です。英会話、英会話始めたんです。あ、今日撮影から帰ってきて、はい、久しぶりだったんで、はい、あ、すごい眠くなっちゃって、うん、帰ってきた瞬間。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ということで、はい、そちらを紹介してください。今日はマイデスク、最新版ユアデスクです。エモいパパが、はい、パパがエモく映るなんて、はい、ということで今日は机紹介していきたいと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ってことで今から紹介していくんですけど、私ね、これ1年生から使ってる机で、まあ、相当汚いし、ここ見て結構黒いの分かる。ここ消しゴムで消せば消えるんだけどさ、やろ、勉強してる証ってことで一個ずつ紹介していきます。まずですね、まあ、とりあえずここに前までホワイトボードがあったんですけど、どかして、そうですね、こちら動画があるのでぜひ見てください。改造したんですよね。はい、はい、こちら IKEA の机です。そしてこちら IKEA の棚ですね。はい、はい、なんか今すごいものを発見した。うん、ということで、じゃあここら辺からわーっとあるので紹介していきたいと思います。まずここにはホワイトボードがあるんですけど、なんかお兄ちゃんが書いた人心の欄についての解説が置いてあります。書いてありますね、そのまんまですね。はい、あとはここには、うん、あ、これこれ日光で買ったやつ、あ、前のね、これね、アップルペン、これ高いよね。使ってんの。使ってるよ、たまに。アップルペンシル、アップルペンシル、でも使わない時もある。だけどこれすごい便利ですね。タブレットで、まあ、オンライン授業の時に、あのタブレットでなんか使ったりするのよ、たまに。そういう時にこれを使えるので便利です。結構テスト期間によく使いますね。で、これはなんか私の単語表、なんか気づいたら書いてます。これを貼ってますね。で、続いてこちら、こちらの辺は、はい、もう教材が溢れてるんですけど、はい、まず教科書トレーニングというですね、まあ、こういうなんか教科書に沿ったワークを買ったんですけれども、うん、これがなんと移行処置というですね、はい、1年生から2年生に変わるにつれて教科書も変わったんです、内容が。まあ、本当に何年に一度のやつなの。それが私たちの学年に起こったの。内容がガラッと変わるんですよ、本当に全部変わるの、はい、だからもうこれとかは使えるんですよこの社会、はいはい、もう国語も使えるとかは使えるの、漢字とか、はい、で、まあ、理科も使える。英語がね、笑えるぐらいなんか違うの、内容が。でもまあ単語は使えるからいいんだけど、だから結構違いますね。で、これが英語クラウン、初級クラウンか。英は和英辞典ってことですね。はい、これめっちゃ便利、はい、そしてここは教科書、島がよく使ってるワーク。これはね、移行処置後のやつしか書いてないのでとても便利です。で、ここにはルーズリーフがあって、で、ここにもこれ社会の学校のワーク、これは歴史で、こっちにもルーズリーフがたくさん入ってます。こんな感じで、で、これは前もね紹介したと思うんだけど、暗記できるキャンパスのやつ、便利なファイルですね。ぜひ勉強法見てください。で、これは前まで使ってたキャンパスのルーズリーフだからパンパンなんですよ。だから新しいやつを買ってもらったんですけど、サイズが違うの。あら、でもこれ違う、 B5 も A4 も入るやつなんですよ。で、これはいつも使うのでこっちに置いといて、これはあんまり使わないのでもうこっちに置いちゃってます。で、これがちっちゃいキャンパスのルーズリーフで、これは私ね、なんかどんだけ単語をいっぱい書けるかみたいなやつで言っちゃうんですけど、自慢じゃないけどね、まあ、こうやって M の単語、 M から始まる単語を何個書けるかみたいなやつをできるだけ暗記して、1回に5個のスペルから始まる単語を書いていくんですよ、全部。だから ABCDE までの A から始まる単語、 B から始まる単語っていうテストがあったんですよ、去年。それでね、結構いい順位を取ってたわけですよ。まあ、その時に使ってたノートですね。それでね、女王になったんだよね。あ、そうだよ、殿堂入りだよね。そう、だから一番最後もう殿堂入りしちゃったから、もう殿堂入りそれ以上できないから、うん、慣れなかった。あと、こうなんかまとめとか頑張って書いてましたけど、前まで、今は書いてません。はい、
で、これはオンライン塾とかの時になんかいろいろ英語だけじゃないですけど、もうきっとないろいろこうやって社会解いたりとかそういうことをこれでしてます。あとはこのキャンパスのノート、これね柔らかいリングゴムですごいいいんですよね。で、これがお兄ちゃんが、お兄ちゃんなんですけど、はい、あの電子辞書、あ、使ってんのそれ。日はたまに使ってるけど、でも電池切れてさ、充電方法が分かんないからそのまま置いてある。充電なのこれ、見せて。充電だよこれ。ここで充電できますよ。あの普通にあれですよ、借りたまま、借りたんだけどまだ返してない、うん、お兄ちゃんまだ大学なんで使わないですよあんまり。で、ここには私の口に挟んだらこうやって表情筋のトレーニングになるやつ。それ机の上に置いてんの？そう、だって勉強中にできるかもしれないじゃん。そういうことね。そう、やっぱ美意識を大事にしないと。そして、はい、こちら。なんですか、こちらが。これは、あれか。なんですかって、そんな驚かないでくださいよ。これ、意外と長いの、見て。意外と長い、うん、奥行きがね。奥行きが長い、はい、で、これはペンがこう入ってますね。こうやっていっぱい入ってます。鉛筆だったりとか、こうやって黒い、これ無印だっけこれ。そう、これ意外と高い。うん、そうそう、これちゃんとね、しっかりしてます、すごい。で、これが穴あけパンチ。あと、ここにはお菓子があります、グミ。なんかテスト期間中にお菓子が必要かなと思って。で、これめっちゃ使うんだけど。あ、それね。これタイマー、ゆうかの勉強ルーティーンで見るやつですね。で、まあ、ここにはなんか一軍が置いてあります。そう、オンライン授業の時とかに使う一軍。そのペンケースは何のやつ？これはあのピカイチでね、うん、ロフトの、ロフトでなんか格付けみたいなやつ時にもらったのよ。の、ね、はい、で、これがゴミ箱。あ、例のね。汚いよ、じゃあモザイクしてね。はい、汚い。いや、ゴミ箱だもん、そりゃ汚くて当たり前。そして次こちら、これ最近めっちゃ使ってんだけど。あ、そうだね。もうエアポッツ、あの外より中で使ってる。オンライン英会話とかオンライン塾とか本当に使うからすぐ充電なくなっちゃいます。で、ここもさらに一軍。トップオブ文房具。はい。これ学校に持ってってないやつ。持ってってない。家での一軍。うん、はい。だって学校ではまた違う筆箱があるから。そして続いてこちら、こちらです。私すごいよ、今日机紹介なのに1ミリも立ってないよ。全部僕が動いてます。はい。映るんですと、あとこれゴミをさ、はい、払うやつ。払う。ほうきとちりとりでゴムを払うやつって。はい、で、カレンダー一応置いてますね。ですね。これ見ても何の意味があるのかって言われたら分かりませんけど、はい、置物として可愛いじゃないですか。雰囲気ね。で、これはあのテスト期間中に書いてた、ほら見て。こうやって見て、はい、頭良くない？こうやって切ってけんの。頭いいね。ほら、これなんかパパのとこから借りパクしてきて。これどっから持ってきたのこれ。え、パパの部屋。これいいじゃない。なんか。で、こうやって、ね。パンチでね。そう。で、これ、ダッフィーの、このグミケース、ディズニーの、はい、これにね、なんか入れてるんですよ。あ、こういうお菓子です、はい、はい。ここにはこのライトがついてます。これあんまつかないんだよね、ほら。あ、もうつかなくなった。あ、ついた、ついた。電池、電池がないだけ、ね、はい、ここ、こちらには超強力の磁石でくっつけてるんですけど、はい、ここになんかね、いろいろ。あ、これ一軍に入れるわ、これから昇格します。あ、それね。まあ、こんな感じでいっぱいあります。で、最後こちらですね。こちら、こちらはなんか私が歴史の前の授業でやったところをこうまとめて、なんかよくわかんなくなっちゃったのでまとめましたっていう感じです。じゃあちらっと引き出しの中見せてください。眠る眠る。モザイク、いや軽くね、軽く見せてください。いきますよ、はい。うーわ、言うて汚くなくない？言うてね、はい、でも前よりはすごいね、物が。いや、だって見えないじゃん、まあ、誰も見ないじゃないですか。おしゃれな人はね、下着にこだわるんですよ。ちょっと違うかな。はい、じゃあ次こちらお願いします。うーわ、あ、見てみんな、これはね、結構綺麗に入れて SNS お守りいただいたんです。ありがとうございます。これを見て私は頑張ります。 SNS お守り、ブロック、バズキガン、あ、これいいじゃない。今見て、めっちゃペタペタしてんのよこれ。いいじゃん。はい。
一生戻らないやつじゃない。一生戻る。で、こちらはまあざっくり ね。いいからあそこも机じゃないって。ざっくりこんな感じ。まあ机付近にあるんでね。はい、まあざっくりこれは見て。このとこれ。あ、扇風機ねこれね。あったここにあったの君。バックスこれ。これね、ずっと探してた。いや、割とでかいですよ、これ。割とでかい。ずーっと探してたのよ。いや、すぐ見つかりそうだけどね、それ。ここに皆さんからお手紙をね、入れてる。あ、その下もじゃあついてない。あ、無理、それは無理。え、これ友達からもらったんです、皆さん。ペンになってんの？じゃあ、付箋。ペン型の。こうして、はい、これで、すごい。乗るんですよ。ということで今回はウイシコラセット、私の、机紹介でした。汚いですけど、これがリアルな中二女子の、机ということで、皆さん温かい目で見ていただけたらなと思います。自己採点で女子力度どれぐらいですか？340点です。度合いが分かりませんが、まあ340点ということで。嘘です、嘘です。あの女子力的に言うと、まあちょっと女子っぽい場面もありますし、50点だと思いますが、内面的には5点です。はい、はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。なんかね、私はね、ちょっと机をこれ真っ白にしたいとか本当はしたいの。でもさ、買い替えるのもなんじゃないですか。ちょっとね、机もまあ、変更の可能性もあるかなと思います。どうですか？ないです。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。See you tomorrow? あ、違う違う違う。バイバイのバーイ。なんすかその挨拶は。いいです。パパの個人チャンネルじゃないかい。言っちゃダメだよそれ。何が？ピー音だよ全部。あのこれ、ひどいよ。早く終わってもらっていいですか？バイバイのバーイ。